大丈夫、もうなんかいろいろしゃべりづらいんじゃない？もういろいろ喋っちゃったから。はい、と言いますと、そう、だからはい。これね、こんなもんがね。あ、それは先ほど没収された僕のメモじゃないです。なるほど。今日のためにミュラーについてっていうタイトルで書いてある。真面目ですね、ミュラーみたいに真面目な男です。はい、軍人。そう、軍人です。はい、頼れる男、聡明って書いてます。懐かしい。あ、こんな部下だけどいつ行ってもいいくらいの着替えってなんですか？それはですね、行ったろうと思ってました。僕そのミュラーって、まあ、僕今28歳なんですけれども、うん、ミュラーもうほとんど年も変わらない青年なんですけれども、うん、やっぱりその、あ、なるほどね、ケンプの下にいるとはいえ、そのやっぱり自分自身のちゃんと前向きな思いは常に持っていて、なんていうのか、それが前を見据え対等に挑むイメージ。あ、それです、それです。音圧を大切にしながらわけですね。そうです。あ、そうです。ファイエルとかもやっぱり、ファイエルなどをしっかりとって書いてありますね。そうです、ファイエルなどをしっかりとやろうと思います。鼻に力を入れすぎもダメって書いてありますね。やっぱそうなんですね。そうです、頑張っちゃうと違うってことですね。頑張りすぎるのは違くって、でもこれは本当にあのキャストさん同士の、うん、もう掛け合いの妙だなと思ったんですけれども、僕やっぱ途中参加だったので、うん、どんな現場なんだろうっていうふうに不安に感じるところもあったんですけれども、やっぱり先輩方それぞれが自分の中にある熱い思いをもう作りすぎることなく思い切りマイク前にそうですよ、書きました。はい、いっぱい書きました。手書きです。手書きです。書いてありますよ、総司令官に背くことはできない、その狭間で揺れるミュラーって書いてありますよ。いや、ただその総司令官の官が感情の官になってから、なんであれ間違ってます、ごめんなさい。なんかちょっと気持ちが気持ちが出ちゃって感情高ぶっちゃって、感情の方になっちゃいましたね。総司令官になってます。そうですね、そういうことですね。そういうことなんでしょうね。そうなっちゃいました。そういうことできなかった、お恥ずかしい。